はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。エンジェルビーツファーストビート、続きをやっていこうと思います。さあ、日向のチームで野球大会を優勝した後の定例会議ですね。さあ、ゆりぺ、お願いします。では本日の報告を。高松くん。はい。日向チームが天使率いる野球部チームを見事撃破、決勝でも勝ち優勝を果たしました。素晴らしいですね。素晴らしいわ。日向チームにはご褒美としてうな重、しかもダブル乗せの食券をあげるわ。おお。学食で一番高い1200円もするうな重ダブル乗せの食券を。すごい顔してるよ大山くん。よっしゃー、やったな日向。おおよ。またハイタッチをパシッと交わす。そう、いや、それでも足りないぐらいの貢献度だ。やったー。学生が払うには高すぎる推薦のメニュー、羨ましすぎです。推薦って言うんですね。この結果によりきっと天使はひるんでいるはず。次の作戦で畳みかける。球技大会がようやく終わり、次にやってくるのは実力テスト。テストなんてものまであるのか。俺はあるさ、普通の学校を模した世界だからな。そう、だからこそ天使もこの時期ばかりは躍起になって私たちを追い込みにかかるわ。まあいつも通りですかね。もしかしたらちょっとね、ちょっとずつ内容変わってるかもしれないですけど、どうなんでしょう。実行メンバーってことは選ばれたやつはテストを受けることになるんだよな。普通にテストを受けるのか。問題を真面目に解いちゃダメよ、消えるファクターになりかねない。なるほどな。授業を受けるのと同じ意味があるってことか。では解散。みんなが退出していくが、俺は一人残ったままでいた。あら、どうしたの？それを不自然に思ったのか、ユリから聞いてきた。日向の生前の話を聞いた。で？最終回、2アウトからのセカンドフライを取ることで生前の悔いは晴れたはずなのに、まだこの世界にいる。これがちょっとね、気になったんですよね、今回のね、ルートはね。そう。お前はどう思う？それ以上にこの世界に居続ける動機がある。それだけの話じゃない。紹介されると、俺自身、話がまとめられない。そっか。それだけ？あ。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。本部を後にした。廊下で日向が待ってくれていた。ユリッペと何を話してきた？はい、消える条件について適当に答える。まあこれは消える条件についてかな。改めてこの世界から消える条件についてだよ。へえ、おとなしくんは勉強熱心だな。日向はいつものように能天気のままでいる。なあ、あのフライをキャッチした瞬間何を思った？あ、それはよし勝ったって思ったが、それだけなのか。いや、今はまだ深く考えないでおこう。未だ俺は記憶喪失のままなんだから。その後日向と一緒に夕飯を食べた。はい、今回のルートはね、日向が消えなかった理由がすごくねもやっとしたままなんですけれどもね。まあでもね、この世界で絆ができたからなのかなと思うけど、誰との絆なんでしょうね。はてなはてな。はい、今回のルートでは天使ちゃんと松下先輩のところにしか行けなくなってますね。はい、もうね、あの今までのあのお二方が消えている。ではでは松下先輩お願いします。4。おお、懲りずに来たか。その執念には感服する。次は何だ？受け身の最後になる前回り受け身だ。どんなんだろう。また見ておけ。はい。あ、言うなり松下の体は一回転し地面に倒れていた。分かったか？いやー、これ分かるのかな。分かったか、もう一度頼むか。はい、分かっただそうです。分かった。なら見せてもらおう。あ、実践してみる。一回転したがバランスが悪かった。右足が最初に地面につき、そこに全ての体重がかかった。いったー。グキリという音が聞こえた気がした。む、いってー。また怪我したのか。足が、足が、いてー。落ち着け。
松下が幹部に触れ動かす。いてー、骨は折れていないと思うが捻挫だな。くそ。はい、捻挫したまま再び松下先輩の元へ。よう。ほう、ここまでがっついてくる新米はかつていなかった。さすがユリッテが見定めた男だ。褒めてもらえてる。その言葉にうぬぼれのような気持ちを抱いてしまう。他にユリから何か聞いてないかな、俺のこと。さりげなく聞いてみる。いや、いやいや、なんかあるだろ、思い出してくれよ。鮮明をさらに補足し、しばらく考えてくれるが、ない。ないとまずいのか。あればよかったなと。それはもしかして音無はユリッペに好意を寄せているということか。まさかそんなことを考えるとは。ああ、で、相談させてほしいんだ。ユリの好みのタイプとか知らない？今日は柔道の特訓ではなく恋の悩みを相談しに来たの。ユリッペが気になるなんて言ってたっけな、今回のルート。はい、恋の悩みを相談しに来たのかっていうところで、あーか、いやか、あーにしてみよう。あ、ユリッペ相手にか。そうだ、まず、無理だ。ものすごいショックを受けさせてしまったようだな。とにかく落ち着け。ずっとなんでこんなことになってんでしょうね。ああ。戦線の幹部全員に聞いて回っても同じ回答になる。それぐらいあいつは神に対する復讐心のみでこの世界に居続け天使と戦ってきたからな。うんうん、悪いことは言わない。諦めるべきだ。なるほど。はいはい、諦めるかすがりつくか。ここはすがりつくそうですね。いや、何か一つでもいい。あいつがグッとくるようなイベントやアイテムを教えてくれ。本気で言ってるのかな。もちろん本気だ。なら単純な話だ。おっと、俺は一瞬期待した。神の首だ。だがその答えはあまりに突拍子もなかった。神の首？おもてなしのイントネーションで聞き返す。違った。おもてなしのイントネーション忘れちゃったな。あいつの目的はただ一つ、理不尽な人生を強いた神に仕返しをする。うんうん、それだけだ。まあ確かにね、生け捕りできたら青い、じっくり痛めつけたいようだからな。そうだね、そういえば。でもまだ神への糸口すらつかめていないのに。だから諦めるべきだと言った。なるほどね。俺は訓練に戻るが、どうする？はい、立ち去るか神の首を狙うか。神の首を狙いましょう。俺は神の首を狙う。まあ、そう気負うな。気負ってなんかいない。ユリのためならそれぐらいやってみせる。それぐらいの執念があれば、すでに野田が神を倒している。そうね、俺は野田と違う。あいつは直情的ですぐ力に訴える。お前は違うというか。当然、人差し指で頭をツンツンとつついてみせる。頭脳はさ、確かに戦線の幹部は全員アホだとユリッペに言われ続けている。うんうん、だろ。だから俺はお前たちとは違う。頭を使い神を見つけ捕獲してみせる。すごい自信だな。ああ、待っておけよ神。ビシッと天空を指さした。じゃあ俺は訓練に戻る。はあ、次会う時この世界はユリが支配していることになるだろう。松下五段は何も言わず平然と打ち込みを再開する。不可能だと思っているようだが俺はやるぜ。謎のレコードをもらいましたね。まず神のいる場所を突き止めなくてはいけない。天使、いや立花から話を聞いてみよう。休み時間に立花に会いに行く。いつもの教室で物静かに本を読んでいた。よう、立花。あら、おとなしくん、何か思い出した？
いや、思い出してはいないんだが、お前に用があってさ。何？そういう世界の根幹に関する質問にはノーコメント。直球の質問を投げかけてもノーコメントに終わるだろう。はい、あーなるほど、この世界で一番偉い人は、好きな偉人は、好きなアーティストは、これなかなか難しいですね。好きな偉人でも、まあこの世界で一番偉い人はだと思うんだけれどもね。でも一番関係ない好きなアーティスト聞くそうですね。好きなアーティストは？難しい質問ね。ガルデモは？ガルデモ？ゲリラライブしている女子4人のバンド名の略称だよ。あああの人たちね、うるさい音楽は苦手だわ。そっか、全く成果を得ずに話し終えた。あ、落ちた。日向と夕飯を食べ終えた後、ちょっと食いすぎたから腹がこなれるまでしばらくここにいるよ。いや、だったら俺も付き合うぜ。実はちょっと考えたいことがあるんだ。悪いけど一人にしてほしい。あっと、こいつはなんだか野暮用臭いな。誰かと待ち合わせか。悪いが、今回はキャッキャウフフする気分じゃないんだ。キャッキャウフフ？なんだそれ。二人のあまりの仲の良さに第三者が見た時に表現する言葉だ。俺なりに真剣なんだよ。確かにいつものお前とはちょっと違う雰囲気だな。分かったよ、先に寮に戻るよ。何か知らねえけど頑張れよな。あ、助かる。日向は立ち上がり、自分のお盆をカウンターに返し、食堂から出ていく。一人になって俺は腕を組んで考え始める。神の首、果たしてそれはどうすれば手に入れることができるのか。今回の音無君だいぶやばいですね。長い時間この世界にいるユリたちでさえ姿を見たことのない相手を俺が見つけることができるのか。無理だろう。しばらく悩んでみたけれど、いい案が浮かばない。これ直井くんのことをもうそのまんま馬鹿正直に神だと思っちゃうんじゃないかな。俺は食堂から立ち去った。部屋に戻ると日向が風呂の準備をしているところだった。すぐに日向の寝息が聞こえてくる。俺はといえば神の首のことで悶々としていた。ユリのためにどうすればいいんだ。くそ、あなた日向一筋だったじゃない。すごいなんかもうギュンってなんかスイッチ振り切りましたけど、日向どうした？結局神の首のことを考えて一睡もできなかった。冗談でいびきをかいている日向が妬ましい。日向が起きる前に部屋を出る。今日一日はじっくりと考えたいからだ。俺は人気のない場所へ行くことにする。なるべくこの学校とは関係が遠そうな場所。そうすることで神に近づけるんじゃないかと思った。どんな話になるんだいこれ。森に囲まれているこの学校、この森を進んでいけばいつかは神と出会えるんだろうか。はい。大丈夫かな。すごいルート入ってるなこれ。神を呼ぶか神を念じるか、なんか念じる方が中二感あるけどどうなんだろう。はい、呼ぶそうですね。神出てこーい、出てきてくれ、出てきてください、神。一気に叫びすぎて酸欠になった。すごいね、どうしたんだい、おとなしくん。定例会議の時間です。昨日ろくに寝ていなかったせいか寝入ってしまったようだ。そしてそれを起こしたのはユサ。おかんが寒気がしてる。お前はこんなところにいるメンバーさえ見つけ出せるの？いえ、さすがにピンポイントでは見つけられません。いろんな場所を探してようやく見つけることができました。何をしていたのでしょうか？別に訓練だよ。とっさに嘘をついてしまい声が震える。でしたか。では本部まで移動を。信じてもらえたらしい。お前はどうする？
あなたを見届けた後、本部へ戻ります。目的地は同じだ。一緒に行けばいいじゃないか。それで恋人のように思われては不本意なので。相変わらず口がうまい。ちっ、分かったよ、一人で行くよ。お願いします。ちょっとにっこり笑った。ユサを残して本部に向かった。本日の報告を、高松君。はい。来週から始まるオペレーション東安すり替えに向けて、より一層訓練に励んだ一日でした。よしよし。はい、解散。ものの数秒で会議は終わった。おーい、なーにぼーっとしてるんだ。肩を叩かれてうわっと驚く。え、何かあったか。気づくと本部からはほとんど人がいなくなっていた。すでに会議は終わってんだな。ああ、だったな。席を立つ。心ここにあらずって感じだな。日向と夕食を取り寮に戻る。風呂に入り消灯時間まで本を読んで過ごした。日向が寝入ったことを確認すると、また神の首のことを考え始める。なんかちょっとね、精神的にやばそうな感じですね、このルートね。考え方を変えるか諦めるか、まあ諦めることはしないですよね、きっとね。まあ考え方を変えてみましょうか。そもそも神を誰か見たことはあるんだろうか。いや、ないだろう。だとしたら神の首と言い切ってしまえば、それは神の首になり得るのでは。いや、無理でしょう。それだ。そんな浅はかなことを。翌日の放課後、俺は手芸部を訪れていた。だいぶアホだぞ今回の。おとなしく、マリー、ちょっと俺の頼みを聞いてくれないか。3人の女性部員が俺の方を向かう。何のご用でしょう。神の首を作ってもらいたいんだ。神の首？かぶり物ですか？いや、白目向いてだらりと正気なしになっている首を。ちょうど今は暇があるので、この弱小クラブを頼ってくれるのなら私たちも協力をしたいところです。すごいですね、おとなしく。今回やばいね。ありがたい。でももっと具体的にどのようなものをご所望なのかを聞かせてくれますか？神って一口に言っても、大王、雪中、古今東西、いろんなパターンがありますからね。まあ確かにね。何でもいい、神の首だと言い張れるものは。どうします、部長。もしかしたらあなたたちにとってスキルアップになるかもね。二人で作ってみせなさい。はいはい、文句言わない。いつまでに必要ですか？なるべく早く。なる早ってやつですね。3日か4日ぐらいでできるっしょ。早くない？早いよね。はい、早速制作に入れ。なんとも頼もしい部長だったすごいな。日が変わり、さあ手芸部の皆さんに神の首も発注し終えたことですし、ここからはメンバーとの交流を深めていくでございます私はどんなキャラなんでしょうね、今回ね。さあ松下先輩。稽古になら付き合うが。いやいや、話をしに来たんだが。俺にとっては会話イコール稽古だ。まあそうね、話にならない。はいはい、あと誰にね話行けばいいんですかね。 TK、 まあいつも通りかな、この辺は。わーほー。あ、いつも通りでした。 TK はNPC の歓声の中、ヘッドスピンでくるくると回り続けていた。話にならない。みんな話にならないのね、これね。野田くん、懲りずにまた来たか。そうだ、2回目だからちょっと違うかな。お前の獲物はあそこに置いてある。今日は違う、戦いに来たんじゃない。ほう、なら何の用だ。その、お前と仲を深めたいって思ってさ何の冗談だそれは。いや、マジで。だったら俺を打ち負かせてから言うの。いや、叶わないし。なら鍛錬に励むべきだ。俺はこの世界でそうしてこの肉体を。片手でブンブンと、まるでヌンチャクのように軽々ハルバード。手に。ふっとドヤ顔をされ。
どうやら時期尚早のようだ。ここで戦える日もありそうですけどね。立ち去ることにする。はい、これで良かったのかな。最初の教科は英語みたいなんだか。いいのよ、飛行機のパイロットとかイルカの飼育員とか書いておきなさい。相当バカだな。回収の時はどうするんですか。日向君、タイミングを見計らって何かアクションを起こしなさい。全員がそっちに注目するようなね。まあ無茶な。そうだ、初回が日向だから今回私は黙っちゃいないんですね。あなた何のために入れたと思ってるのよ。え、まさか日向がそんな道化師役とは。話を続けるわよ。いいわね。俺は、はい、日向と変わりたい。黙ってうなずく。はい、日向と変わります。俺が日向と変わりたい。え、いきなり何言い出すんだよ。おとなしい。だって道化師役なんてお前にさせられない。あなたたちそんな仲が深まっていたの。そりゃルームメイトだからだろうけど。それ以外でもだ。じゃあいいわよ。おとなしくよろしくね。ああ、とは言ったものの全くのノープランだ。額から冷や汗をかき始め。安心してくれ日向、俺はお前を絶対裏切らない。そっか、そうだよな。悪いな、本人を前に告げ口しちまって。大丈夫、ノープロブレムだ。やっぱお前いいやつだな。そのままくっついちゃえば。男同士なのにくっつくわけねえだろ。え、マジかよ。あら、脈はありそうよ。あのな、そんな気は全くねえ。カカーン。え、全くないのか。少しでもあったらよかったのに。あれ、胸が痛い。おとなしくんが失恋したような正気のない顔色をしてるんだけど。いや、違う、別のことを考えてただけだよ。この作戦の結果何がどうなるのかってさ。とにかくごまかす。ほら始めるぞ、席につけ。あの、立ってるの僕たちだけなんですが。おっと、それぞれの席に着席。それぞれバタバタと席に着く。問題を解き始めるとスラスラと回答欄が埋まっていった。真面目に問題を解くなというユリの言葉を思い出し、適当なところで切り上げておく。さて、本当に取り組まなきゃいけない問題はここからだ。時間はまだまだある。考えろ、みんなの視線を一手に集める。パフォーマンスを、考え方としては窓の外に注目させるという手もある。ここは何でもありの世界だ。それなら腹からエイリアンが出てきたと悲鳴を上げながら暴れよう。よりリアルにするため俺はシャーペンを持ち、その先端を胸に刺した。いって声に出すのを必死にこらえた。しかしそれだけでは出血量が足りない。他に使える文房具はないのか机の中を探してみる。何もない。テスト中なんだから当たり前だ。手持ちの筆記用具だけでどうにかするしかない。できるだけ派手に騒いだ方が注目を集められるな。よし。はい、残り3分。残り1分。はい、終了。ペンを置いて後ろから回収。今だ、やるしかない。俺は立ち上がりシャツを開く。行くぞ。頑丈そうなシャーペンとボールペンを握りしめて思いっきり腹に突き立てる。それでも先端が少しだけ腹の中に埋まっただけだった。まさか切腹？解釈もないなんてひたすら痛いだけだろう。周囲のメンバーに切腹したと勘違いされる。しかしいまいち派手さには欠けてしまった。注目を集めることができず、 NPC たちは答案の回収に意識を戻す。しまった、このままじゃ失敗だ。どうしてお前はいつも自分を痛めつける方法しか選ばないんだよ。直後、どんな、あれ、日向が飛んでない。日向の体は仕事勢いよく真上に飛び立っていた。俺の椅子じゃなく、なんで日向の椅子に。これじゃ日向と変わった意味がないじゃないか。どうだった？ちょっとした宇宙飛行士気分は。
一瞬で天井に激突して落下したろ。つか推進エンジンなんてよく作れたな。だからなんでお前が先に切れるんだよ。フォローしてあげたんだから感謝なさいよ。へえ。だからなぜ俺より驚く。作戦は成功ね、竹山君。抜かりありません。では代わってください。嫌ですよ。やっぱこっちの方がいいんじゃないか。くじ運が良くて良かったな。これは僕にしかできない神経のいる作業なんだ。そっちは飛ぶだけで頭使わなくていいじゃないですか。だと日向がバカってか。またなぜお前が切れる。ほんとー喧嘩するなー。チッ、こくるだけでいいのかよ。なんかずるいぜ。そんな僕の身にもなってよ。そっちは肉体的ダメージだけで済んだかもしれないけど、僕はメンタルのダメージがすごいよ。今回も告白しないとダメなんですね。しかも女の子に告白するなんて初めてなんだよ。しかも振られるのが分かってるんだよ。へへー、うぶなやつめ。練習にはちょうどいいじゃんか。僕は日向くんと違って練習なんかしない。本気の恋しかしないんだよ。だと日向が偽りに染まった薄汚い声でもしてるってかよ。またなぜお前が俺より先に切れる。こらー、てめえら喧嘩するなー。いろいろカオスですね。また言い訳に駆けつけてみました。またも俺がその前に駆けつける。すまん、ユリの情緒が不安定だ。原因は夕べの夢に日向が出てきて。今日の俺と明日の俺が同じ俺だと思う。気をつけろ。なんだそりゃ。と忠告してきたことによる。そして今その忠告が事実であることをユリが証明しまったところなんだ。日向くんは二人いるの？ああ、そういうことになる。三人以上いるかもしれない。ああ、あり得る。お気の毒に。ああ、今はもう落ち着いているから心配するな。問題ない、万事 OK だ。気遣いありがとうな。天使はうなずいた後着席し予習を再開した。みんなの元へ戻る。誰が3人以上いるだ。誰が情緒不安定よ。こらこら、フォローしてやったのになんだその言い草は。お前らの自業自得だ。じゃあ時と場所を選んで。振り返りもせずあっさり返される。シーンと静まり返る教室。そこ座れ。はい。ああ、やっちまった。こりゃ飛ぶ。2回飛ぶんですね。日向が飛んでいた。頭が天井をも突き抜け、ぶらりとその体が垂れ下がる。日向！みんなが注目している隙に竹山が答案用紙をすり替えた。休憩時間。こらこら待て。これはユリに詰め寄る。え、なんであなたが切れてるの。理不尽に日向が飛ばされたからだ。今のは大山の失敗だろ。待て、大山くんは十分心に傷を負ったじゃない。うん、うん。涙ながらにうなずく大山。それでなんで俺なんだよ。わっけがわかんねえよ。それよりもみんなお昼にしましょ。笑顔でみんなにそう告げた。カオス極まりない回でしたね。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。